ハンモックでくつろぎながらカフェ飯はいかがですか。まずは静岡市駿河区池田にあるカフェリフレッシュ。店内にはハンモック席があり、くつろぎながら食事が楽しめます。たまの外食になりますので、家庭とは違った一手間かけた手作り料理でお腹をいっぱいにしてほしいという思いを大切にしております。こちらではモーニングから楽しめます。トーストに乗る具材がですね、自家製の燻製ベーコンとマッシュポテトをベースにして、たっぷりの千切りキャベツと人参のグラッセ、季節の野菜、そして卵が乗るというのがポイントです。卵は目玉焼きかスクランブルエッグを選べますよ。人気のランチメニューがダブルハンバーグ。1つのハンバーグが 200g ありまして、これが2つ乗った満腹のハンバーグになっています。自家製のソースは10種類程度の中から2種類をお選びいただけます。今回は一番人気のこってりチーズソースとあっさりトマトソースをチョイス。サラダやスープがついたボリューム満点のセットです。中身がぎっしり詰まったハンバーグは噛むと肉汁が広がります。チーズソースはコクがありながらも後味は軽やか。ブルーチーズの香りが華やかに広がります。そして2つのキーマカレーが乗ったこちらにも注目です。ベースとなるキーマカレーは牛肉とたっぷりの野菜のコクと旨味にドライフルーツの甘さがアクセントとなったキーマカレーとなっています。もう一つは玉ねぎ、人参、セロリなどの香味野菜と合いびき肉をスパイスオイルで1時間以上炒めたドライキーマカレーとなっています。2つのキーマカレーの間には黒胡椒がピリッと効いたマッシュポテトが入っていますよ。甘めとスパイシー、異なるカレーが合わさることで肉と野菜の旨味が倍増。スパイスの清涼感ある香りと辛みの組み合わせは癖になります。牛の粗挽き肉の噛み応えも楽しめますよ。さらに食後のスイーツ、おすすめはフルーツサンド。フルーツサンドとフルーツロールケーキの合作デザートとなっています。シフォンケーキは甘さ控えめでふんわりしっとり柔らかな食感となっています。旬のフルーツがゴロッと入ったフルーツサンド、ふわふわのシフォンケーキはフルーツのすっきりとした甘さと相性抜群です。ランチとセットで注文するとお得ですよ。味とボリューム、雰囲気に大満足のお店、カフェリフレッシュです。続いてはオムライス好き注目のカフェをご紹介します。おしゃれカフェの人気メニュー、2軒目は富士市から。商業施設ネクストホエール青葉町の中にある6カフェです。木の風合いを生かした店内は温かみがあり、ゆったりとした時が流れています。メインはランチがオムライスで、ソースもすべて手作りで作っております。一番人気は2個分の卵をかき混ぜながら手早く焼いたふわとろオムライスです。その上にかけるのは2日かけて作るデミグラスソース。牛すじと玉ねぎと人参で出汁を取って、赤ワインでひたすら煮て、で全てこして作ります。卵の上に自家製デミグラスソースとじっくり煮込んだ和風の豚角煮を乗せたら完成です。とろとろの卵にたっぷりのデミグラスソース、大きな角煮が乗ったボリューム満点の人気メニュー。角煮はほろほろと崩れるほどの柔らかさ、肉汁があふれてきますよ。デミグラスソースは濃厚、香り豊かでコクのあるソースとほんのり酸味があるケチャップライスが卵の甘みを引き立ててくれます。続いて登場したのは真っ黒なソース。これはトマトソースとイカスミのソースを混ぜて、生のエビとイカを煮込んで作ります。
これを卵の上にたっぷり乗せてできたのが今年登場した新作エビとイカスミソースのオムライスです。ソースの下の卵を広げると中はトロトロ、トマトの爽やかな香りとエビやイカの旨味を感じるソースで見た目のインパクトに負けない奥深い味わい、口の中を真っ黒にして頬張りたい一品です。そしてグラタントーストは地元のパン屋さんから仕入れた厚切りの食パンを使用、上に乗ったホワイトソースは優しい味付け、パンが放つ小麦の香りを存分に楽しめます。お菓子もすべて手作りで季節のものを使ったもの、あとタルトがちょっとメインでやってます。スイーツの中で一番人気が注文を受けてから焼くワッフル、外はサクサク、中はもちっとした食感、ほんのりとした甘さなのでチョコソースやバナナと相性抜群です。このワッフルはラテアートが可愛らしいカフェラテと一緒に食べるのが人気ですよ。居心地がいい店内でオムライスやスイーツが味わえるロクカフェです。